おい、岸谷。つまんな、連絡して。全然。俺はいつでも、相談乗るよ。岸谷、わかる？俺すごい太ったのわかる？お前は、何かしんどいことがあったら、やけ食いするタイプだもんな。岸谷、俺あの5年付き合ってる彼女と別れた。どうせそんなことだろうと思っていたよ。でも僕は君が疲れた時に君に寄り添う。それは自分の中で決めたことだからな。いや岸谷、俺しんどい、マジで。しんどい、しんどい、しんどい。俺がそのしんどいを一つ取り払うことぐらいしかできない。岸谷、お前相変わらず、あんまり好かれてないけど、いいやつだな。全然、そんなこと。いや、サークルでもさ、やっぱりお前ぐらいしか、ほら、今この時間、電話していいかなっていうの、岸谷ぐらいしかいなって。ほんと辛いよ、俺マジ。なんか困ったことがあれば、いつでも僕が照らしてあげるよ。何それ？うん。あ、ごめん。ライトついちゃってた。おうん。え？あれそれもしかしてあれ？え？iPhone 13 Pro Max。ああ、すげえ、変えたんだ。全然、普通っす。なんか、いやもう予約してたから、全然普通っす。え、いくら？これ、俺1テラなのよ。おうん。本当は500ぐらいでいいらしいんだけど。おうおうおう。うん。ある分に越したことはないかなと思って。一応まあ20万ぐらいかな。マジ？ああ、でも全然普通。そうなんだ。でもさ、俺もさ、もう今年の彼女の誕生日に結構いいさ、指輪とかもあげたりしたのにさ、俺バイト代めっちゃ貯めてさ、指輪買ってさ。僕もバイト代結構貯めたんだよね。その時にさ、ああ、これ買うのかな？買わないのかな？俺、前がさ、iPhone X だったじゃん。うん、なんか、ちょっとサイズ感も重くなるんじゃないかなと思ってたんだけど。やっぱり、なんて言うんだろう。今あることに越したことはないから。なんか君も、ちょっと疲れたよって時、なんか新しいものとか買うといいなって思うけどね。ああ。それが。もうさ、あの家にな、もうめちゃくちゃさ、彼女とのものとかあって、うん、俺もそれ捨てようか悩んでんだけど、やっぱ捨てれなくてさ。僕もさ、これ今データの移行とかって、今までだったら iCloud とか、例えば、それこそ MacBook を通して、iTunes 通してからやんなきゃいけなかったりするんだけど、今ってもうスマホを横に並べるだけ、並べるだけでデータ移行できちゃうわけよ。だからさ、もう本当に iCloud の課金とかいらないわけ。だからもう横に並べてご飯食べて終わったらできてる。そんな感じだったよ。だから、思い出の品とか全然消さずに。今までだったらほら iCloud にさ、200ギガとかまでしか入れられなかったから。いやでもほら彼女が気に入ってたぬいぐるみとかさ、家にあんじゃん。あれも捨てれないじゃん。でも分かる。いや家にあったらかさばるしさ。分かるから、前さスイカをね、普通に携帯から移行するときにスイカからスイカがなんかチャージしてる部分がそのまま移行できなかったの。スイカって新しくなっちゃうから。今回だったらもともとね、こうなんだろう、わかりやすく言うと、ウォレットってところから、もともとスイカが入ってるわけよ。もともとウォレットがあって、この、わかるかな？もうスイカを入れずに、こう自分でチャージできるわけ。これ。今まあ、僕ちょっとあれなんで、1万入れるタイプじゃん。1万入れるタイプだから入れちゃうんだけど、例えば本当に好きな額、1000円、2000円、5000円。これとか全然入れて、今追加できちゃうから。って感じかな。すごい楽だった。うるせえよ、お前。うるせえよ。おい、岸谷。うるせえ。お前、なんなん？なんでさ、人がさ、失恋して5年付き合った彼女と別れて悲しんでるのにさ、何その iPhone 13 Pro だっけ？ iPhone 13 Pro Max。言いたいだけじゃん。なんなん？お前、自慢すんなよ。そんなこっちが辛い思いしてるのに、お前、よくそんなことできんな。僕、本当に自慢じゃないよ。は？自慢だろ、どう考えたって。君ってさ、
辛い時その話じゃなくて他の話の方がいいだろ。何かに怒りをぶつけた方がいいんじゃないか。何言ってんの。何がに。いいよ、もうお前がやっぱサークルで嫌われてるよく分かったわ。お前なんかそうおかしいと思ったんだよ。お前いつもさ、自分にしか興味ないタイプのやつがなんか妙にさ、よかったらなんかこうやってズームつなげようだなんだ言ってて、なんかおかしいなと思った。それ自慢したかっただけじゃねえかよ。シネマニックモードって知ってる？え？シネマティックモードっていうのがあって。知らねえよ、シネマティックモードなんてよ。いらねえもん、そんな機能なくたって十分 iPhone 使えてるよ俺。何の問題もない。 iPhone SE だけど俺全然 OK。 このね、指紋認証あるんですか？え？内側のポートレートもできるんだよ。なんだよ、いらねえよ別に内側のポートレートなんて。何使うんだよポートレートなんてよ。一回このスマホでズーム入るね。いいよ、なんでそっちのスマホでズーム入んだよ。いらない、いらないよ。は？今この何がしたいのか、マジで。こっちが iPhone 13 Pro Max なのよ。わかるか、うん、これ、まあちょっと、いや、くしくも画像本当にほぼ変わんねえよ、別に。マジでわかんねえよ。どっちがどっちでも一緒だよ。あ、おい、何なんだよ、お前。損したわ、お前にこの話して。お前、全然相談乗ってくんねえじゃん。でも、何、もう今日相談、もう俺切るよ、じゃあ。相談、そのさ、あの失恋の話聞いてくれない、その iPhone 13 Pro を、なんか、いいよ。おい、2画面で言うなよ。iPhone 13 Pro Max を。2画面で言うな。おいおい、片方お前のなんか、跳ねた髪の毛だけになってるぞ、気持ち悪い。顔よりでかいのよ。わかるかな？いいよ、別に大きさなんて、くしくも。なんであのスマホとかなんてどんどん小さくなっていったのに、どんどん進化したらまたさらにでかくなんで、おかしいだろ。見たくねえよ、別にお前の目なんかアップで。なんなんだよ、それマジでよ。うん、いいよ、もうやめろよ、もう興味ねえよ。全然顔よりでかいもん。お前さ、そういうの直した方がいいよ。iPhone 13 Pro の自慢したいなら自慢したいって言えばいいじゃん。人がさ、恋愛で本当に辛い時にさ、そこにお前ねじ込むって頭おかしいと思うよ。ほら、もう、君は、恋愛で辛いことは、僕が、君と、はうってる、はうってる、はうってる。君が、はうってる、はうってる。意味が一番しんどい。もう、ズームあるある、ああ、ズームあるあるしんどいランキング1、はうってるとき。君が辛いとき、僕は話を聞くって決めてる。でも、君の怒りの矛先を僕に向けることができたんじゃないか。すいません。すいません。一回切ってもらっていいかな。うるせえな。ごめんね。もういいよ。ごめんごめん。お前が切れよ。ごめんごめんごめん。じゃあ一回 iPhone 13 Pro Max だけ残しますね。残さなくていいよ。あいつ嫌われてるもんな。戻ってくんなよ。戻ってくんなよ。終わったろ今。